数字が12回中12回出てると 100% なんで、絶対出るじゃんと。じゃあ一回クイックピークで当たり数字何個出るのっていうのを、説としてですね、検証していきたいと思います。どうも皆さんこんばんは、オフチャンネルだー。今回なんですけども、ロト6の動画でございます。で、はい、今回ですね、1439回のロト6の挑戦なんですけども、まあ、ちょっと1438回の反省を踏まえつつ、今回はですね、ちょっと仮説の方を立てていきたいと思います。企画戦金、はい、来ました。前回ですね、当選数字が2、5、6、20、33、38、22となっております。で、いろいろ私こう推奨してるですね、達人購入法の方で見ていくとなんですけども、まあ、ちょっと珍しく、私が言うところの赤の数字はなく、そして青の数字が来たと。で、青の数字が今のところね、1、2、3、4、5回連続で続いてるんですね。これかなり、この流れでは、今までの従来の流れでは珍しいなというところでございます。はい、で、一応、赤の数字がですね、12回中6回出てます。これが、50%。で、青の数字が12回中8回出てます。67%。で、やっぱりね、着目すべきところを変えていかないといけないなと思ったんですけど、黄色の数字が12回中12回出てると。いう感じなんですね。だから、まあ、12回中12回出てるところで 100% なんで、絶対出るじゃんというところですよね。で、一応登場回数個別で見ていくと、赤は8個、青は10個、で、黄色が17個なんですね。っていうことはやっぱり、まあ、臭いのは黄色と青という形にはなります。はい。で、一応それを踏まえましてですね、いつも通り、前回出た数字をもとに、じゃあ黄色の数字って何なのってなったら、まあ、前回数字出た縦の列になりますので、そちらの方と、で、一応ですね、前回出た数字も赤の数字ですね、赤の数字が採用される可能性もあるということで、落とし込んだものがこちらになります。はい、じゃあ赤の数字はそのまま落とし込んだものなんですけど、この、黄色とも言えない、山吹色とも言えないものが、いわゆる、黄色の数字ですね。黄色の数字に関しましては、こんだけありますよね。結構ある、結構あるぞ、結構あるぞ。まあまあ、縦の列ですから、そんだけ数は占めますね。で、水色の数字なんですけども、一応私買うときに、前後の数字っていうのを買うように、プラス1、マイナス1の数字を買うようにしてるので、それをピックアップしたものになります。で、この数字を考えますと、数字の排除ということが、ロト6において私はすごい重要だと思ってますので、それで言うと排除した数字というのが、11、14、17、19、21、24、27、29、31、41となっております。はい。で、いろいろこれを考えていくと、ちょっとね、わからないんですよね、今回、本当に。達人購入法の、今までの購入の仕方だったらちょっとしんどい感じではあります。違うデータの方を見ておきましょう。1マス目が、一応ですね、1から16ワークで出てます。で、結構偏ってますが、2が4回、3が3回、4が3回、16、11が1回で、一応平均数値としては 3.8 ということなので、 3.8 を中心の周りに数字が選ばれているという形になりますね。で、2マス目が4から27のマスで出てる。で、こちらの方もバランスが、良くはないですね。で、5が3回、7が3回、4が1回、8が1回、18が1回、27が1回となっております。で、これは 10.3 ということなので、10を中心にした数字で、出現してるという感じですね。で、ここからですね、ここからが面白いところです。3マス目ですね、9から30枠の中で出てるんですけども、これ共通して全部ですね、9、12、13、15、16、17、19、24、25、28、30、これ全部1回ずつです。17.8 が平均なので、まあ17が一応真ん中ではあるんですけど、その付近を、中心に数字出てるということですね。ただ、この辺ってなったらめちゃくちゃ選びにくいよね。で、次ですね、4番目です。4マス目なんですけども、12から38枠。これちょっとばらつきがあるんですが、18が2回、以外ですね、11、16、24、25、32、33、34、38、これでもオール1回ということなんで、このあたりはめちゃくちゃ選びにくい。で、4マス目の平均数字が 24.4 ですね。24.4 を中心に選ばれております。で、次はですね、5番目。この辺になってくるとまた動きが変わってきます。で、20から39の枠ということで、まず38が3回。
33が2回で、19、20、21、30、35、37、39が1回の登場になっております。で、6マス目でございますね、が23から43の枠ということで、一番枠的には狭いんじゃないかなという、あ、そんなことないな、そんなことないですね、そんなことないんですけど、一応6マス目としましては、40が4回、36が2回、そして、22、38、41、42、43ですね、がこれがオール1回になっております。はい、で、これを踏まえ、本当はやりたかった企画はクイックピーク行くかって、で、1個その中にさらに先ほどのね、このマスに足してって、この中が出ますよねっていうのを本当はやりたかった、本当はやりたかったんですけど、まさかの間違ってクイックピーク2個買っちゃうっていうねっていうね、そう、お金はもったいないなと思ったんですけど、で、それをですね、一応ちょっとまあ今回まあ2個間違って買っちゃったんで、今回まあちょっと伏線動画ということで、じゃあ一回クイックピークで当たり数字何個出るのっていうのを、説としてですね、検証していきたいと思います。作戦金、じゃあ早速ですね、今回は間違ってクイックピーク2口買っちゃうっていうね、悲劇が起きたので、まあこれがね、当たってたらいいなと思います。じゃあ、今回のですね、当選結果、いきましょう。はい、まずは5口。いきます。ダメ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 。とりあえず、まあ、一応検証動画でございますので、一応2つ出てますね。2つ。ただ、0はないんですよね。0はない。じゃあ、もう1個いこう。最後ですね。最後の5口。いきます。おい。おい。おい。キートー、ありがとうございます。マジ嬉しいな。クイックピークでの当たりは今回初めてですね。はい、では、一応検証の方ですね。まあ、ありがたいことに当たりが出てしまったんですけども、まあ、検証としましてはデータ取れたんじゃないですか、これ。まあ、ちょっと1回目のデータ算出なので、まあ、100% とか言い切れませんが、クイックピーク10口買えば当選数字5つ出る。まあただこれ1回目なので、じゃあこれ2回目3回目と検証しないと分かんないんですけども、まあ、ある種ですね、新しい考え方なのかなというところですね。まあ、クイックピークを10口2000円になるんですけど、まあ、その2000円がもしかしたら捨て金となって、逆に高額当選の、まあ、ワンステップになるんじゃないかなというところではございます。まあ、当選数字を導き出す考え方にしては、まあ、これありじゃないかなと思いました。はい、では、今回ですね、検証結果が、5つ出たということでございますので、また皆さんちょっと何度かですね、検証を繰り返して、頑張って高額当選させていただきたいと思います。では皆様ご視聴ありがとうございます。